なだろう。いや、わからない。知らないけど。これね、今から焼くパンなんだけど、ドイツだとこういう便利な入ってて、うん、で、オーブンに入れて焼くと10分後ぐらいに美味しい出来たてパンができるの。これすごい便利だよ。ということで、今から家で焼きます。するとパンがこんな感じで焼けました。ね。わー、美味しそう。ドイツ人の好きなパンです。アップル味から飲みましょうか。ね。ちょびっとでいい。ちょびっとね。そうね、全部飲まなきゃいけないからちょびっとですね。すんごーい。すごいだもんだった。今日は誰飲むの？そうなんだよね。そうだからやっぱりこうやってこうやって飲むから。え？これは難しいんだよね。ちょっと今日はもう飲みっぱなし食べっぱなしやね。うんうん。どうする？じゃあ分かった、取る。え？じゃあ、もう隠すものないもんね。しかもさ、全然、甘くないねんな、これ。これでも、甘みになって、すごいさっぱりしてて、ほのかに、うん、リンゴ。このリンゴ美味しいでしょ。うん、美味しいの、これ。本当に。これさ、すごいさっぱりしてる。じゃあさ、パン食べる。これもドイツ人が大好きなの。何かというと、見えますかね。一つは、レバーローストの、レバーのパテ。で、一つは、何かって言ったら、メットローストって言って、ミンチ肉の生肉の。基本的には絶対に上にこの玉ねぎを小さく切って塩コショウかけて食べるんだけど、これ塩コショウの忘れちゃった。これ、塩入ってないのか。ちょっとだけ、うん、でもちょっと塩味するの。こっちでも何でもすごい塩入ってるやん。じゃあいいよね。特にさ、魚、うん、そうだね。じゃあこれコショウしなくていい。そう、生肉やからコショウした方が美味しいの。じゃあしようかな。はい、何が美味しいかというと、この玉ねぎちゃんが美味しい。この玉ねぎちゃんが美味しいわけ。あ、でもこれ美味しそう。食感といい。辛めの玉ねぎといい。そう。ね、飲んだ？もう。で、次取ってもいいかな。飲むの？うん。まだ飲めてへー。じゃあ次はね、これなの。これは、オレンジ味。パスタだね。パスが違う、タル。タルタル。うん。合わせが、サイダー。私も少しにして。ありがとう。じゃあ、はい、飲みましょう。これはオレンジ風味？オレンジ風味。あ、でもやっぱりこう、すごいオレンジだね。そう。美味しいでしょ。美味しいよね。やっぱり酒もそうだけど、うん、ちょっとビール感じさせるよね。でもね、アルコールぐらい のビール売ってるやん。売ってんの？売ってるやん。だってよく知らない日本あんまり買えないじゃん。売ってる。で、それの味に似てる？それの匂いと味が同じやん、うん、アルコールぐらい加減が。で、それにちょっとテイストが、うん、さっきのリンゴ、うん、超レンジ、うん、じゃあいただきます。はい、美味しい、美味しい。玉ねぎやっぱり。うん、やっぱ玉ねぎ。ね？うん。玉ねぎだけ切る時間。うん。ね？え、でもこれさ、さっき塩だって言ったら。売ってない。え、やっぱ塩味するな。もう十分だね。うん。断然このペーストの中に。うん、入ってるよね。生ミンチの中に塩入ってる。うん。やっぱでもほんまそう。玉ねぎがすごい。うん、食感が。うん。ね？うん。これ、美味しい。うん、よかった。フレッシュの中だと食べられへんのかな、このミンチが。食べる前ちょっと心配してたじゃん。うん。生肉食べれるのとか。これやっぱパンはやっぱり水分いるよな。そうなんだよね。やっぱりさ、こういう食べ物に塩っぽいじゃん。どっちも。でももちろん人パン食べてはるやん。うん、塩見んねんけどな、うん。ベビーカーに、うん、赤ちゃん乗せて、うん、赤ちゃんにパンも出して、うん、さ、ガチガチガチにながら食べてるたりは、うん、あれ、喉つまへんのかなって、いつも思うんだ。
さ、歩きながら物食べてたり、うん、ね、うん、する人結構多いな。うんうん、私日本の時も来てた。そうなん、うん、だからここに来てほっとしては、うん、しないよ、あんまり日本でさ、したらさ、下品なの？え？な？やめて。下品なの？そう？出た、自己肯定感。下品じゃない？下品っていうか、普通さ、公共の交通機関やったらな、ね、食べ、はい、飲み食いしていいのは、まあ、新幹線ぐらい。あ、そうだよね。うん、電車とかでも、あかんのちゃう今。あの頃からさ、私も電車の中とか歩いて、食べ歩きとか楽しいじゃん。昔国鉄の時ってさ、窓は古い話なの。窓だ、電車の窓開いたら知ってる子。持ってくるよね。うん、で、雨空ももちろんあったし。そうだっけ、そんなのあって、あって、うん、あって、で、あの、4人掛けの席が対面式やったよ、うん。そんな時代私ない悪いけど。それ悪いけどな。山手線とか中央線、私中央線乗りだからさ、中央線と山手線にないんじゃない？ないの？もっとその遠距離行くときみたいな。で、ちょっと違う東京外の地方に行くとさ、そういう電車が時々あってさ、うわやっぱりこんなのまだあんだと思ったの記憶ある。まだってね。だから、その時本当に東京内はなかったの？びっくりしたもん、他のとこ行って。なかったって、ないんだよ、だから本当になかった当時アルプスの少女大事みたいな。ないんだったらそうしたら、フランクフルトに行く山手線とかさ、中央線あったら大変じゃん。知らないな、だから人がすごいなるんだよ。あ、それでもさ、うん、通勤電車の話じゃなくて、ちょっと遠方に行く気やん。そうね、確かにあのね、東京から大月とか山梨とかさ、あっちの方向に行くのとか、あとなんていうの、成田の方、千葉方面とか、あとじゃあわかんないけど、鎌倉の方に、あの、小田急ロマンスカーとかはあったね、もちろん。ね、でかい面識が。そう、地方色のさ、強い。何言ったの？シンデレラエキス。小田急ロマンスカーとかよく乗ってた。知らん。え、小田急ロマンスカー知らない？江ノ島まで行けんのかな？そういうところに。どこの人間か知ってる？せやろ。だけどマスカそうだ、言うで。あ、あんたオケーマン知ってる？オケーマン？からな、知らないけど。そういう話やねん。私の髪が多分言うたはと思うわ。オケーマンも知らない。え？シンデレラエクスプレスか？え、シンデレラエクスプレス？小田急ロマンスカーです。そこなんだよ。すまったの、今向けてますね。あ、ごめん。やっぱさ、私関東人だからツッコミが弱いんだよね。じゃ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 、関東人やからじゃなくって、あんたのキャラクターがボケやから。あ、そうか。ね、ツッコミないの？そう、ね。京都弁と大阪弁と神戸弁とか。神戸弁は知らん。知らん。何その言い方、どういう意味？弁って聞いたこと。大概大阪と京都が関西ではやね、はあ、大阪と京都が、うん、戦うね、関西の中では。分かった、神戸がさ、またちょっと私たち違いますって感じ。神戸？いや、神戸って言ってお寄りでやね。いや、そうだよ、ね、京都が大阪と京都や。そういう意味なんだ。せやん、これちょっと神戸の人に見せられないじゃん。だろこの話。ああ、いや、だって違う意見を取り入れてきてくれたり。神戸弁はこうですと、うん、じゃあ神戸は大阪寄りなの？京都寄りなの？もう一回、小学校から言い直す。関西の地理から。知ってる？知ってる？上にないだって、ちょうど。だって、大阪やな。大阪こっちか。兵庫県や、うん。ほんで、京都やと。全然違うと思ってた。あ、そうなんだ。え？え？あんたのイメージは。え？それ何？こうあるじゃん。こうあるよね。それ日本、日本が怖いじゃん。私、大阪こうやって、京都があって、神戸と。全然違う。あの、海沿いやねん。うん。こっちな。日本海沿いや、京都と、うん、兵庫県で両方。あ、そうなの？うん。うん。ほんで、こっちやねん。大阪？大阪。全然知らない。滋賀だ。滋賀？滋賀は京都の地。えぇ、ー、そうなの？うん。滋賀はちょっと個性強い。えぇ、ー、滋賀の言葉も違う？よう言う。なんとかで言おう。えぇ、ー、そうなの？ちょっと、名古屋とかに寄ってるんじゃない？あ、名古屋って何意味やっけ？
なんとかやけんか、なんとかじゃ、かっこいいね、広島。うん、かっこいい。かっこいいよね。ちょっと四国っぽいんじゃない、高知とかな。あかっ、桐生院。かっこいい、かっこいい。飲めたらあかんぜよ。言いたいよね。集めまさかの。私はもう一つ好きよ。いや、てかこのさ、この言葉が、でもあの人さ、どこの人なの？